こんにちは、看板商品発見アドバイザーの塩さんでございます。今回のイチオシ看板グルメ、丸亀製麺特集でございます。で、丸亀製麺さん、僕大好きでですね、よく行ってるんですが、今回はですね、丸亀製麺さんの中でも限定麺ですね、この限定麺のまた食べたい限定麺ベスト5特集ということで、今回ご紹介をさせていただきます。訪れるたびにですね、必ず見てしまうものがですね、この看板の右上の方にあります、この限定麺ですね。で、この限定麺が今何かなというのをついついやっぱ見ちゃうんですよね。で、大体今実はこの変わっていってるこの限定麺を訪れるたびに食べているという形であります。で、これなんで食べているかというと、最近ですね、これ限定麺のクオリティが高いんですね。で、食べてみたいと思う、こんなうどんあったんだという、その創作感も含めてですね、丸亀製麺さんのこの限定麺に対するこのこだわりがすごいなというところを感じてですね、いろいろと試してみたいということで、食べてきました。で、もう種類としては本当にこれ見ていただくとですね、こんな感じでですね、もういろんなうどんをこの丸亀製麺さんでいただいたという感じであるんですが、で、このいろんなうどんの中でですね、またこれ食べたいなと、もうこの季節が来たら必ず食べたいなと、そう思うようなこの限定うどん、これは何かなということで、その中でもベスト5のお気に入りのもの、これをですね、今回ご紹介させていただきます。また食べたい限定麺第5位、まずはベスト5からですね。で、ベスト5はですね、シビカラマーラータンタンうどんというものです。シビカラマーラータンタンうどんですね、ちょっと読みづらいですが、タンタンうどんというだけで僕は食べてみたいという気持ちになるぐらいに、タンタン麺が大好きというところもありますが、実際にですね、これ食べてみるとですね、これ見た目はこんな感じです。で、この見た目に対してですね、実際にやっぱり食べてみるとですね、ちょっとやっぱりしびれがやっぱりこうあるのとですね、で、やっぱり辛さというところですが、辛さはですね、実はそこまで辛くなくてですね、食べているとじわりじわりこう辛さが来るというような形の、仕上がりになっているというのがありました。で、僕がやっぱさらに感じたのはですね、この出汁ですね、つまりスープがこれちょうどいいんですよね。で、ちょうどよくてですね、このシビ辛を感じるこのマーラーのこの旨味ですね、でもマーラーの旨味がこうしっかりとこう伝わりながら、このつきたてのうどんにやっぱり非常に合うんですよね。で、さらに、不思議なのがですね、これ食べれば食べるほどこのうまさがより伝わってくるような、そんなスープとこのうどんに仕上がってる、そんなシビカラマーラータンタンうどんになってるんだなというところを感じました。あとですね、このタンタンうどんのもう一つのやっぱ特徴としてはですね、食感の楽しみというところがこれありました。実はやっぱり肉味噌のこの肉のこのタンタンのそのものの食感で、そこにですね、小松菜とあとこれ切り刻んだザーサイが入ってるんですよ。で、このザーサイがですね、非常にいいアクセントになっていてですね、で、この食感というところでも非常にこの楽しめる仕上がりになっているというところが、もう一つのこの飽きのこない美味しさというところを届けているなというところを感じました。まあ、そんな感じでですね、この、読みにくいですが、シビカラ、マーラータンタンうどんですね、はい、これもですね、やっぱりまた次訪れる時にですね、ありましたらぜひ食べてみたいなというふうに感じております。また食べたい限定麺第4位、続いて第4位です。で、第4位はですね、この夏の人気ナンバーワンにもなっている鬼おろし肉ぶっかけうどんですね。で、鬼おろし肉ぶっかけうどん、これ見た目はですね、すごいシンプルな感じですよね。もう鬼おろしとこの肉というところがこう入った形での、すごくこのシンプルな仕上がりになってるんですが、これがですね、実はこう絶妙な味わいを出しているというところがあります。この鬼おろしの旨味とこの肉のこの煮込んだこの肉ですね、
で、この肉の旨味というところ、これがこの出汁とですね、このタレとですね、非常に絡んでですね、このうどんをより美味しくしていくという形で、この絶妙なこの仕上がり感というところがちょうどいいなというところを感じまして、これ結構一度食べるとですね、ハマって、やっぱり訪れるたびにこれやってる間中やっぱ頼んだというぐらいに、実は気に入ったというところがありました。で、もう冷えてる、この冷たいうどんであるっていうことも、実はやっぱりもう一つここに合うなというところを感じました。鬼おろし肉ぶっかけうどんの、やっぱりこの肉というところ、これの味付けもですね、やっぱり非常にいいなというところを感じます。ちょっとすき焼き風な感じでですね、ちょっと濃厚な感じでこう仕上げられている。そこにこの大根おろし、この鬼おろしのですね、このさっぱり感というものがちょうど夏のこの暑い時期とかに、いい味わいを出してくれるんだなというところを感じました。そんな鬼おろし肉ぶっかけうどんですね、こちらもですね、またぜひ食べたいというふうに感じております。また食べたい限定麺第3位。はい、続いて第3位です。第3位はですね、冬限定のこのうどんであります、どっさりカニ玉あんかけうどんですね。もう名前からしてですね、もう食べたいなというふうに感じるぐらいにですね、このポップとともに、この看板とともにですね、非常に心が奪われた一品でもありました。もうカニも大好き、そしてかき玉うどんも大好きと、この2つがミックスされているということで、非常にそれだけでも贅沢な仕上がりだなというところを感じました。そして、どっさりカニが入っているということですね。このどっさり感、これがまた実はこのうどんの素晴らしさでもありました。これ実際のものを見ていくとですね、この看板以上にですね、カニがどっさり入っていることを感じるんですよ。で、この見た目のこのカニのボリューム、そしてそこにかき玉のこの周りのうまそうなこの仕上がりですね。そしてもう一つここにアクセントを加えていたのがカニ味噌です。カニ味噌まで入っている、もうつまりカニの旨味、カニの風味をですね、しっかり堪能できると。で、卵に負けない、だしに負けないこのカニっていうところを楽しめる、それぐらいまで実はこのカニというところをしっかりとどっさり使われているというところが非常にこのうどんの特徴であって魅力であるなというところを感じました。実際食べていくとですね、もう本当に、もううどんを揚げるためにですね、もうカニの旨味とカニの身がですね、口の中に広がっていくというぐらいにカニがやっぱりたっぷりなんですよね。そしてカニ味噌の風味もしっかりと伝わってくる。そこにこの卵ならではのですね、あんかけ感の旨味というところが加わるので、非常にこの美味しさというところがですね、もう忘れられないというところにつながっていったというところがありました。もうこれはですね、またこれ冬に登場するとですね、間違いなく注文するなというところを感じる、それぐらいにこの贅沢なカニ好きにはたまらない一品だというところを感じました。第3位はどっさりカニ玉あんかけうどんでした。また食べたい限定麺第2位。はい、続いて第2位です。で、第2位もですね、実は冬の限定のうどんです。で、冬のこのうどんの中でですね、これはですね、シンプルで奥深いと感じたのがですね、この鴨ネギうどんです。もう名前もシンプルですよね、鴨ネギうどん。で、この鴨ネギうどんはですね、この見た目のシンプルさ、名前のシンプルさ、ここをですね、本当に超えるぐらいにですね、一度食べると、あ、もうこれめっちゃいい感じに仕上がってるということを感じました。特にこの鴨肉の出る出汁ですね、この鴨の出汁とネギの出汁、このハーモニーがですね、しっかりとこのうどんの元々の出汁にこれ混ざり合ってですね、この風味と旨味をしっかり楽しめる仕上がりになってるんです。で、そしてあっさりしているということで、このうどんにも非常に絡んでですね、もうどちらかというとこの鴨ネギというとそばのイメージがあるんですけど、
このそばに負けないぐらいのこのうどんならではの出汁とこの鴨とネギの出汁、これが絶妙に合わさった形で楽しめるということもありまして、僕自身がですね、もうまず食べてからですね、あ、これはうちの妻とかも大好きだろうなということでですね、家に帰って早速すすめるぐらいにですね、この鴨ネギのこの出汁のうまさ、そして丸亀製麺さんのこの出汁のハーモニーですね、これがしっかりされたうどんであるということを感じまして、非常に気に入ったというところでもあります。すごくシンプルだけど、これもやっぱり一度食べるとハマる、そんな感じでまたぜひ食べたいなというふうに待っているこのうどんでもあります。第2位は鴨ネギうどんでした。また食べたい限定麺第1位、そして気になる第1位です。第1位はですね、春の限定うどん、春のあさりうどんです。この春のあさりうどん、初めて食べた時にですね、まずあさりの量にびっくりしました。このあさりの量ですね、もうポップや看板を超えるぐらいのこのボリューム感じるんですね。で、実際にですね、これすごいのがですね、最初の時のポップにも書いてたんですけど、アサリが何個入っているかというところを数えてみましょう的なものがですね、書いていてですね、ついついですね、アサリを数えちゃいました。するとですね、すごいのがですね、30個以上入ってるんです。アサリが30粒以上です。すごいですよね。しかもこれ殻付きのアサリです。もう殻付きのアサリが30粒以上入っているっていうのは、うどん屋さんでもなかなかないなということを感じました。これポップだけを見るとやっぱりこうアサリうどんといっても、まあ限られてるのかなっていうふうにやっぱり思っちゃうと思うんですね。ところがですね、実際出てきたうどんはですね、もうその期待感をはるかに上回るぐらいにアサリが入ってると、こんなにアサリいいんですかということを、もうこっちから逆に店員さんに言いたくなるぐらいにアサリが入ってたんです。そして実際食べてみるとですね、もうこのアサリもやっぱりすごく新鮮なアサリを使っているということを感じるぐらいにですね、身がしっかりしているのと、そしてアサリの出汁です。このアサリの出汁がですね、もうスープに非常に溶け込んでいてですね、もうアサリを食べるうどんというぐらいに、このアサリの出汁がですね、うどんにしっかり絡んで楽しめる。もうだからこうアサリを食べる、こうアサリそのものを食べるだけじゃなくて、本当うどんに絡みつくこのアサリの出汁ですね、ここも本当にたまらない美味しさがあるなというところを感じました。そんなですね、この美味しさでもやっぱりですね、このうどんの一番の魅力はですね、もう期待感もはるかに上回るアサリの量です。こんだけアサリが入って、しかもこの値段ということで、本当にお得であるし、絶対春になったら食べたい。そしてですね、さらにアサリが何個入っていたのかを誰かに届けたいと、まあそんな楽しみというところも持っている、そんなうどんであるなということを感じまして、次の春が訪れるのが今からでも待ち遠しいというぐらいに感じる、この魅力あるうどんだなというところを感じました。もう春になったらぜひ試していただきたいと思います。それぐらいにこの春のあさりうどん、こだわりがすごいなと。そしてもう一つですね、実はこの春のあさりうどんを食べたことがきっかけで、実はですね、僕限定うどん、この季節の限定うどんにハマり始めました。いや、この季節の限定うどんすごいなということを感じまして、それまではですね、どちらかというと狐うどんとか、もう僕がどちらかといえば子供の頃から好きだった狐うどんとかを中心にですね、いただいていたんですが、もうこの春のあさりうどんと出会ったことで、もう季節限定のうどん、これをとにかく試してみたいというふうになりまして、毎月のようにこの限定うどんを楽しませていただく、そのきっかけをいただいたうどんでもあるということで、今回ベスト1に選ばせていただきました。まあ、そんな感じでですね、ベスト5、僕がおすすめしたい
季節の限定うどんベスト5、いかがでしたでしょうか。丸亀製麺さん、本当に今頑張ってるなということを感じます。もうそれぐらいにですね、この季節の限定うどんに対しての力の入れ具合、これが本当にすごいなということを感じますので、これからもですね、どんなうどんが登場するのか、もうワクワクしながらずっと毎月を楽しみにしているという感じの塩さんでございますということで、ぜひ丸亀製麺さんを訪れると、この季節の限定うどん、今月は何かなというのをですね、見つけてみて試してみていただきたいと思います。丸亀製麺さん、本当にいつもありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは飲食店の楽しさを届けるために、全国の飲食店経営者の対談動画、一押し看板グルメ、飲食店の集客に役立つ情報を中心に届けております。ぜひチャンネル登録もお願いします。